A スキップのリズムでより走りの循環運動を意識した B スキップをやっていきましょう。練習の目的です。体の真下に設置を行う乗り込みの意識を獲得します。このイメージは股関節を優先して動かし、足のスムーズな回転運動を組むことでゲットできます。 A スキップと同じリズムを刻みます。2回目に地面を捉える際、リード足を走りに近い形で回しながら下ろします。ポイントは3つです。足の着地点に腰を進める、膝が自然に進展する、軸足で地面を押す、それぞれ解説します。まず乗り込みの意識です。着地には足が先行して向かいます。この位置に体が乗り遅れないようにしましょう。腰を水平に移動させるイメージです。次に膝下の回筋です。股関節を優先して動かすことで、ムチのように膝も進展します。膝を開く動作を強調しないようにしましょう。最後に軸足の感覚です。リード足に目が行きがちですが、大事なのは設置している方の足です。股関節を体よりも少し後ろまで進展させることで、体をクイッと前に進ませます。結果的に乗り込み動作を可能にします。